ブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は長崎県五島市公認の居酒屋五島丸にお邪魔します。西鉄高宮駅から徒歩5分、美味しい魚を食べたい方が集まる五島丸。店内はカウンター席とテーブル席があり、明るく賑やかな雰囲気です。スタッフの鳥羽さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどんなお店ですか？大将が五島の出身なので、五島の魚を生かした料理を提供しているお店になります。ではおすすめメニュー教えてください。はい、刺し盛りですね。はい、はい、とっても豪華な盛り合わせですね。白身も赤身もバランスよく入った盛り合わせなんですね。はい、おすすめはやっぱり五島のサバ。うん、はい、いただきます。ん、歯応えしっかりとこう肉質と脂身があぶれてきて美味しい。生きがいいのが分かります。ありがとうございます。この焼酎に合うお料理教えてください。はい、五島牛の富士山溶岩焼きです。おお、お肉もあるんですね。はい、こちらは A5 ランクのお肉を使用してます。おお、こうやって自分で焼くことができるのも楽しめますよね。いただきます。わっ、おいしい。脂がとっても甘いんですけど、赤身の部分もしっかり感じられて、肉の旨味がすっごい強い。あっという間になくなりました。うん、上質な五島牛の溶岩焼きとすっきりした焼酎がよく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言、はい、どうぞ。五島の風を感じにぜひいらしてください。では鳥羽さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。